それで銀の盾を複製したっていろいろやってるんですけれども、これは再生ボタンの鏡のところをミラーシールで埋めようとしているという感じですね。もうちょっといい方法あるやろうと思いながら、なぜかちびちび切りながらやってます。よくよく見ると角が微妙だったりしますが、まあいいことにしましょう。再生ボタンつけます。ちょっと緊張します。文字はこんな感じの型を作って、そこにエアブラシ拭けばどうにかなるだろうと思ったんですが、試しに拭いてみると嫌な予感がしたので YouTube のロゴだけ入れることにしました。それでエアブラシ拭いていって、完成品がこちら。文字が滲んでたり微妙だったりしますが、まあいいことにします。この盾いい感じにできたら視聴者プレゼントにしようかなとも思ったんですが、どうしようかなという感じですね。ほなまた。